日帰りツーリングの時に持っていくもの、大体このくらいのものがあれば、十分だというようなものをですね、紹介します。まずこれヘルメットが映ってますが、最近ですね、欠かせなくなっているのが、やはりですね、ヘルメットにこのようにつけるですね、Bluetooth インカムですね。これは BCOM の 4X ライトなんですね。これでですね、スマホのから、ナビの、音声を聞いたり、それからですね、ミュージックプレイヤーで音楽を聞いたり、あるいは電話ですね、電話がかかってきた時にこちらの Bluetooth インカムの方に着信しますので、走行中もですね、電話を受けるということができます。また電話をかけることも、例えば OK Google 等を使ってですね、かけることも可能です。次にね、こちらの隣、これこの間つけた、ウェアラブルカメラ用の、DDR-S100 という、ドライブレコーダーですね。こちらの方も、これからですね、ツーリング日帰りでも持っていこうと思っています。ドラレコの方は車体に、ついていればそちらで十分だと思います。最近の情勢を考えると、やはり特に二輪の場合ですね、ドラレコがあった方がいいなというふうに思うので、私はかなり前からドラレコつけています。またですね、 Bluetooth のインカムやヘッドセットなんですが、ソロツーリングならいらないという方もいるかとは思うんですけれども、私はですね、ナビを音声を聞いたりだとか音楽を聞いたりとかいうことをするので必須になっています。シートバッグの中に入れていくものは今ここに出ているものですね。これがですね、レインカバーですね。シートバッグのレインカバーです。これがナビ用のですね、これ実はスマートフォンなんですね。格安 SIM を入れてナビ専用にしています。そしてこれの方は電源はですね、バイクの方から取っています。こちらの方は、モバイルバッテリーですね。1万、アンペア、ミリアンペアアワーというね、大容量のものです。それからこれがハンドタオル、手袋ですね。それからこれが、まあ、これなくてもいいんですけど、ゴミとか入れるためのですね、レジ袋ですね。それから、ティッシュと予備のマスクですね。今ちょっとね、まだ流行ってますので必要になるかと思います。それからこれがですね、レインコートなんですね。かなり小さいものなんですけれども、まあ日帰りだと小さいものでも十分間に合うかなというようなものです。これらのものをシートバッグの方に入れます。シートバッグの方はここですね、気休めのこう鍵がついてるんですが、こう開けて開きます。このシートバッグですね、この中にポケット等ないんですね。だから小物を入れるにあまり細かいものがあるときは、なんか袋があるといいですね。これ今レインコートですね、レインカバーですね、レインコート、それからモバイルバッテリーがナビ用のスマートフォン、ハンドタオルですね、からマスクとティッシュ、それから手袋で、これで
バイクのシートに取り付けるというふうにしています。その他にあると便利なもの、まずこれはタブレットなんですが、これただのタブレットというわけじゃなくて、Amazon Kindle のソフトの方が入っていて、これですね、ツーリングマップルが入っています。ツーリングマップル、この電子版ですとね、時折ですね、かなり安くアマゾンで売ってる時があるんですよね。セール等の時ですね。そういう時を狙って買うと、私はこれ、この関東版買った時は半額で買いました。そのような値段でね、買える時があります。次はですね、これ、鍵なんですけど、鍵いつも持ってるものなんで、これいつも持ってるんですが、この中にですね、こういうもの入ってるんです。これ何かっていうと、LED ライトなんですね。暗くなってから真っ暗なところになって、バイクを置いといて、鍵を差し込もうという時に、真っ暗だとね、すごく難しいんですよね。ですから、この LED ライトを鍵につけています。もちろんですね、こういう大きさの LED ライト、持ってってもいいんだと思います。それとこれが、最後になりますが、これまあこれ本当なくても困らないものなんですが、非常に小さいですね。これ何かっていうと単眼鏡ですね。モノキュラーいうふうに言われますが、こういうね、双眼鏡ではなくて片目で見る単眼鏡っていうですね。これは6倍で見られるものです。ちょっと景色なんか見たりとか、実はこれアートスコープとして私はよく使うんですけどね、要するに美術館と博物館等でものをよく見るときに使うんですが、それ以外景色なんか見るときもですね、これは、使えるので、こういうものを持ってったりすることもあります。それではあるといいものもここに一緒に入れてみます。これさっきのところなんですね。これがモノキュラーですね。それからこれがタブレットはいつもこういうふうに入れています。あとまあこの大きい懐中電灯ですね、持っていくんだったら、これでも十分ね入るんですね。このようにですね、まだ、結構この上に隙間があるのでまだ物が入りますね。でこれ以外に、ツーリングネットなんかもですね、十分、この中に入ります。これを持っていくと急に荷物が増えた時にとても便利に使えます。